大宇本線は、福島県福島市の福島駅から、東北地方の山間部を縦貫し、山形県、秋田県を経由して、青森県青森市の青森駅に至る、鉄道路線である。一部区間では、ミニ新幹線として、東北新幹線との直通運転が行われており、福島駅、新城駅間には、山形新幹線、翼が、大曲駅や北駅間には、 秋田新幹線、小町が運転されている。このうち福島駅、新城駅間には山形線の愛称が付けられている。この区間についての詳細は山形線を参照のこと。2016年4月1日現在の JR 東日本の各支社の管轄区間は以下のようになっている。2014年4月1日より福島駅、 新城駅間が大都市近郊区間として新設された仙台近郊区間となり同時に山形駅で IC カード乗車券追加が利用可能となった日本鉄道会社の青森駅から関営鉄道として大宇北線福島駅から大宇南線として建設が開始され1905年に全線が開業した大宇北線大宇南線全通後国鉄 分割民営開口路線名称としては一つであり、かつては、新大特急、明けぼの、急行、津軽など、全線投資で運転する列車も存在した。山形新幹線、秋田新幹線が開業し、それに伴い一部区間が標準期へ改めきされたことにより、従来の 1067mm 機関専用車両で運転される優等列車は、 1999年12月4日の山形新幹線新城駅延伸に伴うダイヤ改正で小松さが快速列車に格下げになって以降は秋田駅以北のみの運転となった。普通列車も運行系統としては大きく以下の4つの区間に分かれている。福島駅、新城駅間山形新幹線、翼が走行する区間である。 板や峠という難所が途中に存在する。新幹線からの直通列車を走らせるために標準機へ改め記されている都合上、この区間を走行する車両を新城駅北で運転することは不可能になっている。また、この区間の在来線普通列車は山形線の愛称が付けられ、大宇本線の他間と区別されている。運行形態は基本的に 福島駅、には坂駅、米沢駅間、米沢駅、山形駅間、山形駅、新城駅と3つの区間に分けて運転されている。新城駅、大曲駅間、山形、秋田県境の山間部及び盆地を走る区間で、普通列車や快速列車のみが設定されているが、かつては、他区間と同様に昼夜問わず優等列車が運転されていた。 新城駅や北駅間を直通する普通列車に、加え、新城駅マムロ川駅間と、院内駅、湯沢駅、横手駅や北駅間の区間列車が設定されており、新城駅湯沢駅横手駅間は1の2時間に1本、程度、横手駅大曲駅間は1時間に1本、程度運行されている。一部列車は、ワンマン運転を行っている。山形新幹線の終点である、 新城駅と秋田新幹線の途中駅である大曲駅に挟まれた区間であり、両新幹線への乗り継ぎが便利なようにダイヤが組まれている。大曲駅秋田駅間秋田新幹線、小町が田沢湖線との直通で運行される区間。もともとは複線だったが、秋田新幹線開業時に一線が標準機に改め機された結果、標準機線と競技線のそれぞれ単線が並べて、 付設されている単線並列になっている。一部区間は3線基上化されているが、2線の一方が標準機のみで、他方が標準機強気である。2017年1月現在の定期ダイヤでは、標準機線は小町以外には田沢湖線用の701系5000番台が出入庫のために通行し、強気線は後日の普通、快速列車が通行する。 一部列車はワンマン運転を行っている。新幹線が運行される区間であるが、新幹線車両と在来線車両で利用ホームや線路が分けられていることもあり、山形線のような路線相性はついていない。普通列車は1時間に1本程度が運行されており、朝に湯沢発秋田行きの快速列車が1本のみ運行されている。 この快速は2002年11月30日まで、秋田駅、宇沢駅、新城駅間で設定されていた、快速、鎌倉のうち、最速立列車のダイヤを引き継いだものである。なお、新城駅北大曲駅以南秋田駅間の、普通、快速列車は前日のように、一括りの系統となっている。ほとんどの列車は、秋田駅を境界都市以北とは、系統分離がされているが、 早朝の下り一本のみ、横手駅追分駅と秋田駅を越える列車がある。その他にも秋田駅到着後に行き先を変更して、実質的に直通する列車がある。秋田駅青森駅下がたり区間は、湖西線、北陸本線、IR 石川鉄道線、愛の風と山鉄道線、越後時めき、鉄道日本海翡翠ライン、新越本線、白新線、 上越本線とともに日本海中間線を形成していることから通称として東区間を大宇北線、福島駅秋田駅を大宇南線と称することがある。これらは全線開通前に大宇北線、大宇南線と呼ばれた区間とは異なる。優等列車以外は大きく分けて秋田駅大館駅間、大館駅広前駅間、 広崎駅や青森駅間の3系統に分割された運行体系となっており、さらに、秋田駅八郎型駅、東の白駅間、高野駅大館駅、広崎駅間及び、りヶ関駅広崎駅間の区間列車や、秋田駅大分駅間では、小賀線、広崎駅、川辺駅間では、五能線への直通列車がそれぞれ設定されている。 おおむね1から2時間に1本程度の運行であるが、秋田駅大岩手駅、八郎型駅間、弘崎駅青森駅間では1時間に1から3本程度運行されている。また、秋田駅青森駅間の直通列車が2019年3月改正の時点で毎日1.5往復設定されている。一部列車はワンマン運転を行っている。年代半ば以降、 大立駅での系統分割が減少し、広前駅での系統分割が増加する傾向にある。上りのみ上越本線への直通列車も運行されており、東、野城発坂田駅が2本、休日運休の八郎型発荒谷駅が1本、運行されている。2016年3月26日の改正で、津軽新城駅青森駅間の列車が新設され、そのうち夕方の1本は、 津軽線下に対発津軽新城駅で運行される。そのため、津軽新城駅青森駅では、毎時2の3本運転されている。2010年12月4日の改正において、青森駅広崎駅間で、朝5時台の列車と広崎駅終着時刻が日付を、またぐ、最終列車、広崎駅大館駅間で5時台と22時台に、列車が増発された。 2019年4月現在、下りには、夕方から夜にかけて、秋田から広崎、青森行きの快速列車が、各一本、上りには朝に大館と広崎から、秋田行きの快速列車が、各一本設定されている。このうち朝6時台の大館発、秋田行き快速列車は、2002年11月30日まで、この区間で設定されていた、快速。 白雪のうち最速立列車であった白雪2号のダイヤを引き継いだものである。残り3本は2016年3月26日のダイヤ改正で厳便された特急津軽の代替で設定されたものであり、このため広崎発着の列車も青森方面との接続が考慮されていて、3本とも秋田駅青森駅間を特急と対差ない3時間前後で、 到達可能なダイヤである。2016年3月25日まではこの他にも、かつて、秋田駅数の花屋駅間で設定されていた急行、米城のダイヤを引き継いだ、秋田駅を大館駅間の快速列車1往復が運転されていたが、その後、前述の快速列車と時刻が近接するためそれらに統合され廃止となっている。これらは2008年3月14日までは、 唯一の大宇本線、花輪線直通列車として、国鉄キハ58.28系機動車で運行されていた。また、秋田駅東の白駅間と広崎駅、青森駅間で、この線直通の観光列車、リゾート白紙が1日3往復運転されている。1999年頃の大館駅。 広崎駅間の下りは、8時前後頃から14時前後頃までの間に普通列車がなく、5から6時間も運転間隔が開いていた。後に、この時間帯に、広崎駅大田定期間に一往復毎日、運転の臨時列車が設定され、2008年3月15日のダイヤ改正で、定期列車化の上、大田定期で接続していた秋田方面との列車と統合され、 下りが、坂田駅広崎駅間の列車に、上りが、広崎駅秋田駅間の列車となった。この列車は後に下りも秋田始発となり、2010年12月4日のダイヤ改正で、秋田駅大館駅間と大館駅、青森駅間の列車に分割された。そしてこの改正で、新たに、大館駅広崎駅間が毎日運転の臨時列車となる、大館駅青森駅間の列車が1、 往復新設された。2014年3月15日のダイヤ改正で、広崎駅で、系統分割され、大館駅広崎駅間の毎日運転の臨時列車は、下り大館発11時台、上り広崎発9時台に設定時刻が繰り上げられた。なお、この区間は、新幹線以外の在来線優等列車が走る数、少ない区間となっている。 2016年3月26日改正時点では以下の列車が設定されている。すべて昼行列車。かつて1992年7月の山形新幹線開業に伴い、秋田駅、新城駅山形駅間を運行する特急、小幕差が設定されていた。山形新幹線との連絡特急としての存在が、 大きかったが、平日の日中を中心に乗降客が少なく、また特急でありながら、停車駅が比較的多く、特急料金をわざわざ支払って乗車する意義についての沿線住民からの意見もあり、1997年3月の秋田新幹線開業を機に大部分の運転区間が、横手駅、新城駅、山形駅間に短縮され、1999年3月の 山形新幹線、新城延伸工事を機に、秋田駅、新城駅間の快速列車へと変わった。小松沢全区間 B 特急料金が適用されていたため、秋田駅大曲り駅間で並走する、秋田新幹線、小町とは特急料金が異なっていた。2016年3月26日の北海道、新幹線開業前には、 同年3月21日まで新青森駅、青森駅間で、新青森駅函館駅間の特急、白鳥、スーパー白鳥が運転されていた。なお、新青森駅青森駅間は、特例として、この区間のみ寝台特急を除く、特急列車に乗車する場合は、乗車券のみで普通車自由席に乗車可能である。2010年12月の特例実施当初、 青春18切符などの一部の特別企画乗車券にはこの特例は適用されなかったが、2012年下記より特例が適用されるようになった。2014年3月改正時点での定期貨物列車は、秋田駅から新青森駅青森信号場間、土崎駅秋田港駅間で運行されている。横手駅秋田駅間も事業免許は有しているが、 横手オフレールステーション発着のトラック便があるのみで、定期貨物列車の運行はない。秋田駅から新青森駅や青森信号上管は、前述のように、日本海中間線の一部をなしており、貨物輸送が盛んである。当該区間の大半の貨物列車は、EF81 軽電機機関車や EF510。 軽電気機関車が牽引するコンテナ車で編成された高速貨物列車である。当該区間のコンテナ取扱駅は秋田貨物駅、大館駅、広崎駅である。土崎駅や北港駅間は1日3往復の貨物列車が秋田貨物駅発着で運行される。普通列車には秋田総合車両センター、 南秋田センターに所属する7 0 1零0 1 0 0番台が全区間で使用されるほか、新城駅間室川駅間の一部の区間列車に、陸空東線、陸空再線の間合い運用としてキハ110系機動車、秋田駅大岩駅間で小賀線直通列車に EVE801 系蓄電池電車、秋田駅東の城駅間、広前駅青森駅間で五能線直通列車や、 五能線、津軽線への送り込み運用として、GVE400 系機動車、秋田駅東の城駅間、広前駅青森駅間で、五能線直通の臨時快速列車、リゾート白ミに HBE300 系機動車が、使用される。起点である、福島駅から、米沢駅までの区間はいわゆる峠越えでも名高い、板谷峠を越える。でも触れているが、ここは、 上気機関車時代からの難所であり、電化、高速化及び標準機化によるミニ新幹線が直通運転されるようになった後も、当器は雪害による遅延や運休が生じやすい。米沢駅から秋田駅まではほぼ、大湯山脈の西側に沿うような形で進路をとる。途中、山形駅までは、蔵王連峰の山々、山形駅から先はしばらく、 ガス山の山を望みながら北上する。秋田駅から、小賀線と分岐する追い分けあたりまでは海こそ見えないが、日本海沿いを通り、東の城駅まで八郎型の東岸を通る。東の城駅から進路を東にとり、大館駅を過ぎると再び、大宇山脈に沿う形で北上し、竹峠を越える。越えた後は、広崎駅、浪岡駅などの津軽平野の中を西側に、 いわきさんを望みながら走り、青森駅へと至る。福島駅、新城駅間ここでは駅名及び主要な駅の、キロほどのみ記載する。接続路線などの詳細は、山形線駅一覧を参照。また、山形新幹線、翼の停車駅は、山形新幹線及び、翼を参照。うちは、起点からの営業キロ、福島駅さ、さぎの駅に岩坂駅、 板谷駅、峠駅、大沢駅、関根駅、米沢駅、追玉駅、高畑駅、赤湯駅、中川駅、宇前中山駅、上野山温泉駅、牧地記念館前駅、ザ王駅、山形駅、北、山形駅、宇前地と西駅、南出は駅、ウール市山駅、高田駅、天道南駅、天道駅、乱川駅、神町駅、桜んぼう東根駅、東根駅、村山駅、袖崎駅、大石田駅、北、大石田駅、 橋沢駅、船形駅、新城駅、新城駅や北駅間2019年度の時点で JR 東日本自社による乗車人員集計の除外対象となる駅は、伊豆田駅、宇前豊里駅、釜淵駅、大竹駅、野崎駅、院内駅、三関駅、上湯沢駅、下湯沢駅、第醐駅、柳田駅、五三年駅、大張の駅、四つ小屋駅である。 秋田駅、青森駅間2019年度の時点で JR 東日本自社による乗車人員集計の除外対象となる駅は上井島駅、小井川駅、北金岡駅、鶴形駅、福根駅、前山駅、ぬかざわ駅、下川沿い駅、白沢駅、陣馬駅、津軽湯の沢駅、長峰駅、石川駅、内城市駅、大社会駅、鶴家坂駅、 津軽新城駅である。2021年開業予定の泉街、旭川駅も無人駅として開業予定である。過去の接続路線支線貨物支線過去の接続路線駅に変更された信号場は除く。2013年度、山形新幹線福島駅、新城駅間、秋田新幹線大曲駅秋田駅間を含む報道発表資料新聞記事。 ありがとうございます。